着替え。こういうのばっかり引くんですけど大丈夫ですか？着替えか。着替えって言ったら見るでしょ。あいつちょっと白梅ちゃんのこのねてっぺんラジオ聞いてくださってる方は、うん、分かると思う。結構出てきてるんですよ、見るの話が。あ、そうなんや。実はおっさんっぽいとか。なるほどね。いや、見るはすごいあのスイッチがありますので、うん、オフオンのスイッチありますので、どこについてるかまだ見つけてないですけど。ほんまにすごいよな。すごいよ、着替え部屋ではすごい。着替え部屋やばいよな。走り回ってるからとりあえず裸で。これ言っていいんかわかんないんですけど、うん、裸で走り回ってるんですけど、うんうん、パンツをたまたまここで結ぶパンツがあったんですよ。あ、紐パン的な。紐パンみたいな、なんか可愛いのを着てて、うん、ミルがね、うん、だからミルちゃんがてたんですよ。これカットしてもいいですけど、うん、それを走り回ってたから紐取ったった。いつも、いつもそのパンツを履いてきてる時があるから、うんうん、いつも取ったんですよ。そしたら、どうなんの？そしたら本気で恥ずかしがってる。どないやねんって感じなんだ。なんかさ、何が良くて何が分かんのか分からんねん。そうやねん、そこのあの境目が分かんないんですけど、うん。もう見るのその基準っていうかさ、うん、面白いよね。ちょっと分からへんねんな。すごいよな。見る好きやな。いる、おもろいわ。ほんまに面白いのに。面白い部分見てほしい。まあね、確かにね。次、既読 LINE 既読無視とか言うよね。既読無視ね。なんかジョーちゃんが若いなと思ってんけど、うん、その、うん、タイムラインに、はい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 、はい、出ました既読無視ジョーちゃんが更新してて、その画面あるよ、 LINE のやり取りの画面をスクショして、うん、それをタイムラインに乗っけて既読無視してるみたいな。マジで。もうそれは直接本人に言えよって思いますけどね。既読無視とかしちゃうタイプなんで、うん、私。でもしちゃう。なんか、あんまりメールとか得意じゃなくて。確かにね。なんか、めんどくさいとかじゃなくて、うん、心の中で、心の中で返事しちゃうね。わかる。なんか解決しちゃう、自分で。まあ、とりあえずさ、はーいって来た時は絶対返さへんやん。うん。なんか、続けようとしてる文章には続けるけど、うん。うん、とかやったら、あ、もういいわ。もういいかな。なんか、悪気があってじゃなくて。既読無視にはならないよ。なんか、そんな好きじゃないねんな。そう、でも思ったけど、その既読の機能ってどうなんかなって思った。あ、つける機能ってどうなんかなって。でも、既読がついてるかついてないかによって、うん、あ、電話しないと気づいてないから、やばいとかいう便利な部分はある。そういう部分は結構あるな。けどなんかそういう喧嘩にもなりやすいのかなって思うな。カップルとかね。カップルとか喧嘩とか多そう。あれ終わった。はい、ということで、木についてのトークはここまでです。来週はくがつくテーマについてトークします。着替え。こういうのばっかり引くんですけど大丈夫ですか？着替えか。着替えって言ったら見るでしょ。あいつちょっと白梅ちゃんのこのねてっぺんラジオ聞いてくださってる方は、うん、分かると思う。結構出てきてるんですよ、見るの話が。あ、そうなんや。実はおっさんっぽいとか。なるほどね。いや、見るはすごいあのスイッチがありますので、うん、オフオンのスイッチありますので、どこについてるかまだ見つけてないですけど。ほんまにすごいよな。すごいよ、着替え部屋ではすごい。着替え部屋やばいよな。走り回ってるからとりあえず裸で。これ言っていいんかわかんないんですけど、うん、裸で走り回ってるんですけど、うん、パンツをたまたまここで結ぶパンツがあったんですよ。あ、紐パン的な。紐パンみたいな、なんか可愛いのを着てて、うん、ミルがね、うん、だからミルちゃんが着てたんですよ。これカットしてもいいですけど、うん、それを走り回ってたから紐取ったった。あれ、それっていつもそのパンツを履いてきてる時があるから、うんうん、いつも取ったんですよ。そしたらどうなんの？そしたら本気で恥ずかしがってる。どないやねんって感じな。なんかさ、何が良くて何が分かんのか分からんねん。そうやねん、そこのあの境目が分かんないんですけど、うん、もう見るのその基準っていうかさ、うん、面白いよね。